そう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 、便利な道具、便利な道具、うん、いいですよね。これ便利ね。ねえ、このこれね、俺が作ったんじゃなくて、宗司勇さんは宮古島の中でも地域でいうと久松地域というんですね。うん、もうなくなっちゃったんだけど、うん、お客さんがこれ作って持ってきてくれた、うんうん、もうくる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 本当に回って、うん、古いから壊れちゃってさ。隣のこの絵の具道具もすごく持ちやすいですよね。これもいいよね。うん、僕の自慢は、うん、このハサミは逸郎さんつってね、うん、名前が書いてあるはず、ね、あの盆栽用道具の中で、うん、逸郎さんのハサミが一番高いね。逸郎さんっていうのはお名前なんですか？逸郎、そう、ほら、どこに逸郎って書いてあるんですか？逸郎、ああ、そういう字なんですね、うん、あ、本当だ本当だ。この人はね、あの、うん、正国さんといとこ同士なの。正国さんって方もハサミとかそういうの道具を作ってらっしゃる方なんですか？そう、正国さんは有名だよね。有名だけど、技術的には、俺はこっちの人の方が上だと思う。この人のハサミ、これで、これで買った当時、うん、私業者なんだけど、うん、3万8000円したの。わあ、すごい。もう全部手作りでやってらっしゃるってことですか？そう。なるほどね。道具っていうのは、うん、持った時の重量感、うんうんうん、心地よい重量感と切れ味と、うんうん、そういうものがすごく大事なの。うん、これはどこを剪定するときに使いますか？うん、ある程度、うん、松の枝とか今、うんうん、そうだね、鉛筆ぐらいの枝まで切れるね。ああ、すごいですね、うん。もう10年以上使ってるけど、だんだん歯が小さくなってきて、あ、本当ですね、こんな長かったんだけどさ。で、この人ね。自分で磨くんですか？あ、もちろん。で、俺ができないのはね、うん、この、これが、うん、芯なんだけど、これを、うんうん、これを外して、うん、これを外して、芯を取り替えてくれたのよ。うん、ところが、悦郎さんね、脳梗塞で、いくら電話しても出なくなっちゃったんだよ。脳梗塞になりましたから、つって、うん。だからもう、これでおしまい。あ、